どうも、ちらです。はい。ということで、本日はですね、まあね、言いにくいことはもう先に言っちゃおうということで、もうタイトルにもあるとは思うんですけど、今日の本題を言いたいなと思います。スカイハイさん、ごめんなさい。いやー、もうね、本当にごめんなさいですよ、これは。こんなことになるとは思わなかったっていうのがね、もうすべての、まあ結論になるんですけど、まあなぜね、スカイハイさんに僕が謝罪してるのかと言いますと、ことの発端は、先日アップした、BE:FIRSTの、動画です。まああの動画は、まあ本当にたくさんの方に見ていただいて、僕もあそこまで反響があるとは思わなかったレベルで、まあ正直ちょっと引いてるんですけど、まあありがたいことに僕のチャンネルの、まあ過去最大初速の動画の再生数だったりとか、まあ、過去最大の高評価数、まあ、コメント数とかもすごく多くいただいて、マジでありがとうございますっていう感じでございます。でね、まあ、そんなね、こう、すごく反響いただいたあの動画なんですけど、まあ、実はね、ちょっと今問題が発生していまして、今、ちょっと見ていただくとわかると思うんですけど、あの動画の中で、ブンブンバックのミュージックビデオを見てるところが、今、無音になってると思います。まあ、なんで無音になってるのかというと、めちゃめちゃこれシンプルで、著作権違反に引っかかりました。なんかね、ちょっと、あれ?そんなことないくね?っていうふうに思った方も今ね、数人いらっしゃると思うんですけど、ちょっと一旦、僕の話を聞いてほしいんですけど、僕の、このチャンネルの、そのリアクション動画のその形式というか、フォーマットっていうのは、その僕がこう見てて、まあ、ここら辺のところに、こうミュージックビデオがぼかし付きで入っていて、かつ、いつもそのミュージックビデオをテレビで見てるんですけど、そのテレビから出る音が、その著作権の判定に引っかかるか引っかからないかレベルの絶妙なところの音量で、ちょっと流して、ちょっと乗せて出してるみたいな感じなんですよね。で、それが、ブンブンバックのところだけちょっと引っかかっちゃったよっていうことで、その YouTube のその機能で後からね、その投稿した動画をそのミュートにしたりとか、その再編集する機能があるんですけど、まあそれを使ってその部分のね、著作権に違反してますよっていう該当するところだけちょっとミュートにしたっていう感じになっております。まあなんで、多分ね、今ね、まだ見てない人は見てほしいんですけど、そのブンブンバックのね、ところだけがね、急になんかちょっとこう、きらびやかな BGM が流れ出して。まあ、だしね、あのブンブンバックのところでも結構ね、そのスタッフのことさ、結構いい話したりとかさ、なんかちょっとね、いいところだったな、みたいな箇所があったんですけど、まあ、もろともちょっとミュートになってしまったっていうことで、まあ、本当にね、視聴者の皆さんとかもね、結構何回も見て楽しんでくださってた、ところもあると思いますし、まあ、プラス、まあ、何より著作権違反しちゃってごめんっていうことで、ね、スカイハイさん、並びに視聴者の皆さん、本当にすいませんでした。でね、多分、今回のね、こういった感じの動画を出すと、その、視聴者のね、皆さんからいただくコメントで予想できるところっていうのが、その、BMSG 側とか、あとその、スカイハイさんとかが、その、YouTube とかで、ね、流すときに、その、モザイクとか、音源とか、まあなんかそういったところを気にしなくても OK だよ、みたいなね、そのまま流して大丈夫だぜ、みたいなところを言ってますよ、みたいなね、ところをいただくかなって思います。なんですけど、これ、めちゃめちゃ結論から言うと、僕らみたいな動画を出して収益を発生させてるみたいな、いわゆる YouTuber 側、みたいなところから言うと、あんまりしない方がいいんですよね。で、これなんでかっていうと、まず理由は一つ目、動画を配信することによって収益を発生させているからです。まあ、ちょっと営利性的なところが出るので、あんまりね、モラル的にも良くないよねっていうところで、やんない方がいいっていうところが一つ。で、二つ目が、今回のね、僕のパターンでも当てはまるんですけど、その動画で著作権に引っかかってますよ、みたいなその警告マークみたいなのが出るんですけど、それを、そのままにしておいても、事実上、その政府ではあるんですけど、ちょっと経って1年後2年後とかにそれが YouTube 的なストライクにこう変わってしまうパターンがあるんですよ。で、まあこれね、聞いたことある方もない方もいるとは思うんですけど、その YouTube でストライク、その違反だよみたいなのがつくと、動画配信が10日間とか、まあ、7日間とか、その罰則が出たりするんですよね。で、もっと最悪のパターンだと、そのストライクが2個とか3個とかついちゃうと YouTube のアカウント自体がバンになるみたいなこともあったりとかして、こういうなんだろうな、 YouTuber みたいな、にゃーんみたいな感じでやってる側からすると、警告マークがついてる動画を何個も残しておくことっていうのは、そのすなわちリスクになってしまうんですよ。まあ、なんでその僕みたいなね、こういうリアクション動画とか、まあ、そういうオタク系の、チャンネルっていうのは、まあ、そういうのね、バンバンね、ルールにのっとって出していった方がいいとは思うんですけど、やっぱなんかそれってね、こう腰痛持ちみたいなもんで、なんか数年後にバーンって爆発して、もう取り返しつかなくなるみたいなケースとかがあってからではちょっと
遅いので、まあ本当にちょっと申し訳ないというか、別にやればいいじゃんというふうに思われる方もいるとは思うんですけど、僕のこっち側の判断としてはちょっとまあある程度ちょっとね大丈夫なラインのところを見極めて、これからもやっていけたらなっていうふうに考えているっていう感じです。まあなんでね、ちょっとすごく入り組んだ感じの話になってしまったかとは思うんですけど、まあなんかそういった裏事情があるんだよっていうところだけはね、ちょっと知っておいていただけるとすごく嬉しいし、ありがたいし、まあなんかそういったルールの上でちょっとね、法の穴をねちょっとすり抜けながら、あいつはやってるんだっていうふうに思っていただけると、はい、ちょっと僕も救われます。まあとはいえね、結果的にミュートにしなければいけないみたいなさ事態にはなってしまいましたけど、まあBE:FIRSTの動画はすごいね、スタッフのことを本当に悪ノリで撮るみたいなさ、もうその場のこう現場のライブ感でそのまま撮って出しちゃえみたいなさ、やったやつが結果的にあんなね多くのリアクションをいただいて、かつベスティーですか、その皆さんにもすごくね、よくしていただいたりとかして、まあなんかすごく良かったなっていうか、一つのオタクカルチャーでつながるみたいな、なんかすごい素敵なことが起きたんじゃないかなっていうふうに思います。まあね、動画でもね宣言してる通り、まあ第2弾第3弾が出るかどうかっていうところは再生数次第だみたいなところはあったんですけど、しっかり結果が過去最高数値で出てしまってるので、そこまでねこうなんかやらなきゃみたいなこう義務感が生まれない程度に、まあ楽しみながら、まあ BE:FIRSTの動画もこれから僕のチャンネルで出していけたらなと思っていますので、まあ、よかったらベスティの皆さん、そしてジャニオタの皆さん、そして NCT127 のファンの皆さん、もうほんとみんなまるっと BE:FIRSTみんなで一緒に楽しんでいきましょう。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思うんですが、がですよ。ちょっとね、僕ね、今回ね、この動画ね、撮るっていう風に思って、ま、いろいろね、話とかね、まとめてたんですけど、その時にね、おむろにね、TikTok を見てたんですよ。あーなんか、ミュートになっちゃったなーみたいな、しっかりちょっとね、説明しなきゃなーとか思いながら、こうやってバーって見てたら、神動画に出会いまして。いや、なんかね、僕もね、そんな分かってないんですけど、ダンクって、っていう番組があるんですよね。なんかその BE:FIRSTのコラと、あとなんかエンチームとかも出てて、でかつスカイハイさんがなんかねあれでみたいなさ、それの主題歌みたいな曲があるんですよね。もうあれのさ、なんかこうダンクダンクダンクみたいな、あれが TikTok で出てきて、もうね、もう笑っちゃった。まあなんで、ちょっと今日は最後にね、そのスカイハイさんのそのダンクっていうやつを、その著作権のね、そのラインに引っかからない程度に、そのリアクションをして終わろうかなっていうふうに思うので、ちょっと一挙アイキャッチ挟んで、こうやってみんなで一緒にね、ダンクダンクダンクってやっていきたいなと思います。さあ、ということで画角変わりまして、スカイハイダンク見ていきたいなと思います。もうサビにもう、これを僕は今からやりたいだけです。皆さんも一緒にこうやってねやっていきましょう。ということで、それでは見ていきます。来た。うわーこういうね、ちょっと映画調みたいな感じなんだ。ついに彼の登場だ。最高に踊りまくろうじゃないか。スカイハイのステージを解くとご覧あれ。これうわーかっけー。いや、なんかスカイハイってこんな感じになると思わなかったんだよな。なんかやっぱトリプル A のさイメージが強いから、これかっけー。やっぱなんかなんだろうな、年がさやっぱ一回りぐらい上だからさ、なんか保護者感あるよね。なんかスカイハイさん来たらもう大丈夫みたいな。うわすげえ。もうだってさ一級品じゃないですか。もうスカイハイというか、もうその日高というあの男がもうさ、もうラップとかだったらもう本物じゃん。うわかっけえ。なんかこうあれなんだ、もうみんな集合みたいな感じなんだね。かっけえ。しかも負けてないしね。なんかうわかっもうなんかスカイハイファミリー大集結じゃん。すげえね。夢あーあー夢。早くやりたい早くやりたい。来るよ来るよ。これダン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 フー。これもさ考えたっていうのがもう
すごいじゃん。これは流行るわ。いやなんか、あそうだ、あとなんかさ、コメントでさ、あのジャニオタの人はスカイハイさんを知らないと思ってましたみたいなの来てましたけど、さすがに知っとるでそれは。まあそのさ、トリプル A とかがまあもう本当に僕とか24とかですけど、まあ世代じゃないですか。もう本当にちゃんとあの聞いてたし、なんかまあね、そのスカイハイっていうその文化的なところもまあもちろん知ってたし、であと僕あの金子信明とのコラボのイリュージョンっていう曲がすごい好きなんですよ。とかあとスリーピーヘッドっていうね、あのタケルっていうね、そのビジュアル系のバンドの人がいるんですけど、その人とのコラボした1,2,3,4,5,6,7 っていうヘブンかっていう曲とかすごい好きだったりしますんで、はい、あーかっけースカイハイ来てんな、ドンファンみたいな感じ、あ、来た。もう、あ、もう簡単、このダンクっていうのをこれで表せんじゃんって誰が言ったんやろ。わ、ま、いっぱいあるやん、これ楽しいな本当に。こう肩ともう下半身両方動き、ね、ストレッチできるっていう、もうラジオ体操並みに理にかなったすげえ楽しいわ。まあちょ、曲はね、もう M フローブシみたいな感じだね。ジャンクかっけー、おもろー。いやすごいですよこれは。もうだってさ、こうやってダンク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 って、これがさすごいじゃんまあさっきのねところでね、まとめの話的なところはしたんで、もうね特に話すことはないんですけど、まあはい、そんな感じでこれからもやっていくよっていうところが皆さんにお伝えできればいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、まあそんな感じで今日の動画を見たいと思います。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。